我想问那个改西先生，对，大阪の人嫌いですか？Hello， 大家好，我是克劳斯。那么，嗨，今天也是大家最喜欢的那个方言篇。今天的方言就是大家很喜欢去逛逛的京都。今天也有一个来宾，加西先生，どうも。耶耶耶！哦，呀呀呀，好久不见，好久不见。加西先生就是京都人，嵐山的人。是是是是。嵐山。大家有去过吗？去过吧，有去过京都的人一定会去过，因为那个トロッコでしたっけ？トロッコトロッコ。あとは有名な有名的桥，那个渡月桥。今天要找我什么？大家都是学的是东京腔嘛。对，第一个是学的是东京腔嘛，就标准化嘛。对对对。但是我觉得呢，这个是有一点点可惜。欸，为什么？日本有很多很多不同的方言，然后就比较有味道嘛。对，所以我想要就介绍给大家，有日本有这么多的不同的方言。然后而且直接讲那个方言的话，感觉不一样呢，抓住对方的心。也是的，也是的，对啊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 。差价的时候什么的，一定还有用得到。一定。哎，然后我想问那个改西先生，对，大阪の人嫌いですか？大阪。京都虽然是我们是邻居隔壁，但是我们的价值观完全不一样。你想知道吗？大阪人呢，讲出来的都是浅的东西，而且哦，我觉得大阪那边那个街道是对京都人来说，好像有一点有昭和时代的感觉。昭和时代就现在是平成时代啊，日本啊，对，昭和时代就是前一阵子那个感觉，对对对。很有那种有点古老的感觉啦，三十年前的感觉。对对对对对对对。但是，我跟你讲哈，一三就是东京人嘛。东京人，东京人。我们哈，如果对抗东京的时候，对对对，京都大阪是团结啦。因为东京就是大阪京都共同的敌人，所以我们要攻击的时候是那个时候是握手，团结一起攻击。是的，看到那个关系了吗？对，大阪跟京都的时候，然后东京跟大阪京都的，应该呢，台湾人也是多少有的时候，台北人跟高雄人，多少有那个关系的。好，那就京都腔。好，京都腔来了。京都都市へ。都市へ。おこしやす。え、おこしやす。いくさん、你是从哪边学到这个？都是耶，我西亚斯，你在哪边听到？不是电视上，或者是那个京都观光的时候就存在了啊。那个吼是很大的错误，我们京都人哦，通常不太会用都是耶啊或我西亚斯之类的。就是，京都有一个地方是祇園嘛，对，那边的有很多艺伎，对，他们用的专门的语言就是，都是耶，或者是おこしやす之类的，所以我们平常一般的京都人生活上不太会用到，那个叫做花町言葉，シャキン，这样子，然后有一些那个お土産卖那个礼物的店那边，那伊桑也应该有听到那种おこしやす那种的嘛，ビジネス京都弁吧。商业，商业京都腔，为了观光，是是是是，当然是为了观光客啊！听到哇，我有来过那个来京都的感觉哦，当然是故意用那种的，对。真正的京都人，就京都人跟京都人讲话的时候不会，不会，要看地区，那边地区呢才会用到，或者是看做什么生意吧。好，那就今天的京都腔开始吧。哎呦，来吧，那今天的地区。おはよう。おはようさん。おはよう。おはようさん。さんつきました。さんつきますね。我们常常后面有加さん，比如说おはようさん。おはようさん。おめでとう、恭喜、おめでとうさん。おめでとうさん。还有那个食物吃的东西也是啊，比如说豆子、おまめさん。おまめさん。ね、通常这个さん是就ね大家学的时候是かさいさん。こんにちはさん。それは言わないね。言わない。それは言わない。こんばんはさん。こんばんはさんも言わない。言わないです。難しいわ。なるほどね。リア充。はい。超熱い。熱い熱い。超熱い。ああ、熱い熱い。二回言うんですね。
しかもね、还有分段啦，很热，暑い，暑い，那非常热，暑い暑い，超热，暑い暑い。ちょっと違うね。ちょっと違う。ちゃうな、なんか強いんだね。そう、就强调热的感觉。暑い暑い。そう。OK。超暑い。暑い暑い。生人天だ第三週。はい。これ戻しておいて。これ直しといて。これ戻しておいて。これ直しといて。四話の動詞然后，请放回去。放回去。これ戻しておいて。これ直しといて。修理になってますね。そういうトンチンレンライちゃんですね。これ直しといてす修理。直すす修理。书啦或者是杂志那种小小的东西，放回去书架之类的时候常用。これ戻しておいて。これ直しといて。リスジュ。人がたくさんいます。人が行さんいたはんな。人がたくさんいます。人が行さんいたはんな。たくさん女数行さん。然后いますは。いたはります。それは人魚吧。不然人が行さんいます也可以的。でも行さん。行さん。そう。たくさん食べました。行さん食べました。九十。あの人意地悪だよ。あの人いけずやで。面白い。あの人意地悪だよ。あの人いけずやで。いけず。怖いしんちゃんですかね。中国語で言うと怖いしんちゃん。怖いしんだれ。そう、怖いしんだれ。いけずやな。こう聞くとちょっと可愛い。可愛いですね。听起来很可爱嘛，但是京都真的可爱后面真的有话中有话，后面有真正的意图。听起来是好可爱，但是要小心一点。小心一点。京都人就是双重人格啊。是大阪人说的。大阪人就是。あの人意地悪だよ。あの人いけずやで。面白い。生人天だ。最後一週。違いますよ。ちゃうちゃう。違いますよ。ちゃうちゃう。有进来过吗？啊，没有啊。犬来ましたね。犬。我说，ちゃうちゃう。ちゃうちゃう。ちゃうちゃう。犬ですね。犬。ちゃうちゃう。イクさん说的是那个松狮犬。松狮犬。松狮犬日文叫做ちゃうちゃう。ちゃうちゃう。ちゃうちゃう。かわいいの来ましたね。イクさん、ちゃう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 。ちゃう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 。チャウチャウが2匹来ましたね。超超超，那我もう一回いきますよ。はい。あれ？超超超？超超超超？超超超？超超超超超？いっぱい犬がいる。これいくさん標準語でいけます。ガンガン出す人類ファーでしょ。そう。だから犬は出てきてるんですね。そうです。従来なんかチャウチャウだなんかトンチンちゃんライジャンだファー。あれチャウチャウじゃない？ちゃうちゃうじゃないんじゃない？ちゃうちゃうじゃないの？違う、ちゃうちゃうじゃないよ。あ、じゃあ一個一個行ってみましょうか。行きましょう。いかないよ。はい。あれちゃうちゃうじゃない？あれちゃうちゃうちゃん。ちゃうちゃうじゃないんじゃない？ちゃう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 。ちゃうちゃうじゃないの？ちゃうちゃうちゃう。違う、ちゃうちゃうじゃないよ。ちゃうちゃう。超超超！懂吗？绝对不懂的。超超就是不续的意思。大家用一用看吧。你去哪里连吗？みたいな。如果他说错的话，超超超，对，超超。把握京都人的心的。超超。有功课，有，一定很开心，开心的是有，对，讲到当地的语言，就是那当地的人一定开心的事情，对，很有味道的那京都腔，哎，后面应该还有很多了，还有很多，那就期待下一次的，下一次的哈，京都腔，ね，じゃそんな感じですかね，はい。
如果大家喜欢这个影片的话，请多多订阅伊克老师的 YouTube。哎，然后呢，嘎西先生有嘎西先生的 Facebook 的 Facebook， 哎，粉丝团，哎哎，在这边的是呢。哎，谢谢。嘎西先生也有 Facebook 的粉丝团，请大家追踪一下。我有那个YouTube 的那个下面的连接那边都放他的资讯。谢谢。哎，请大家追踪一下。哎，还请大家订阅哦。等一下。嗨，那就下次见喽，拜拜。拜拜。